こんにちは、クリッカーリンハイです。フォルクスワーゲングループジャパンは7月13日土曜日に岡山国際サーキットで VW オーナーを対象にしたサーキットドライビング講習会を開催すると発表しました。6月14日から専用サイトで募集を開始、締め切りは6月28日金曜日で、規定台数に達し次第受付を終了。ただし募集状況により二次募集を実施します。その際は下記専用サイトで告知されます。同講習会の定員は計90名で、全クラス優勝での受講となります。受講希望者は自らの運転技量を判断した上で、ベーシック・アドバンスの2コースから選択できます。講師陣は国内のレースで活躍中のプロドライバーやモータージャーナリストが担当。両クラスともに VW の安全思想や最新の安全性能などを学んだ後、ベーシックではサーキット走行しながらブレーキングやハンドリングなどで生じる車の挙動を体感し、安全運転との関連性を習得します。またサーキット走行経験者向けのアドバンスではタイムアタック形式の講習になります。最後は参加者全員でパレードランを行い、1日を締めくくります。ベーシッククラスの対象はサーキット走行初心者、未熟練者。内容は安全かつ円滑な走行と運転技術の習得を目指すものです。先導者付き走行トレーニングを2回、最後にフリー走行。なおペーパードライバー講習ではありません。こちらは定員60名で、受講費用は1台1万4000円。アドバンスクラスの対象はサーキット走行熟練経験者。内容は先導付き完熟走行後、フリー走行、トランスポンダー付きになっています。定員は30名で、受講費用は1台1万8000円。なお当日会場入り口ゲートで岡山国際サーキット入場料が別途必要になります。